そうです、日本プロって、まあ、最も古いトーナメントというふうに言われてるんですけども、まあ、私たちプロゴルファーにとっての最高峰であるというふうに思います。まあ、一度は勝ちたいとプロの仲間では言われてまして、本当にこれからの有望な選手には勝ってほしいなというトーナメントではありますね。まあ、メジャーメジャーとよく言われてるんですけども、まあ、メジャーっていうのは世界の、まあ、4つのメジャーしかなく、我々はこれを公式戦というふうに呼んでるんですね。で、公式戦の定義は何かっていうと、やはり4日間であり、なおかつ、まあ、協会というかその会を代表している一つの試合であるというふうに思っているので、まあ、そういう意味では日本プロゴルフ協会最大のイベントであるというふうに思います。私が初めて出たのは名神四日市の日本プロで、まあ、もちろんその時に初優勝したんですけども、その時前週がですね、全英オープンだったんですね。で、実は当時日本プロっていうのは7月それからその後8月にも変わったんですけども、7月に行われてて、7月の全英オープン終わってすぐ帰ってきてやったっていう記憶があります。で、当然まあ、日本プロのタイトル自体が私にとってはそんなに大きなものだと当時思ってもなく、一つの試合だと思って出ていった。で、なおかつ勝ったことによって、日本プロチャンピオンという名がついてびっくりしてしまったというのがあります。で、それから10年後もう1回勝つんですけども、まあ、当時青木さんや中島さん、それから尾崎さんたちから、お前このタイトルは2回取らなきゃ本当のタイトルホルダーとは言えないんだというふうに言われて、うん、よし、いつか2回勝ってやるぞというふうに思った記憶があります。まあ、ですから、本当に数々の名選手を生んできたこの日本プロなんですけども、やはり1度ではなく2度3度勝って初めて、日本プロチャンピオンの名にふさわしいのかなというふうに今私は感じてますね。もちろん若い選手にそういう思いをぜひ持ってもらいたいと思いますし、石川遼君にも松山君にも、もちろんアメリカに行ってて今この試合には出れないというふうには思うんですけども、ぜひプロである以上一度は勝ってほしいなと思うタイトルだし、ぜひ勝ってよという話もしたんですね。ただお二人ともぜひ出たいしぜひ勝ちたいですねとは言ってくれてました。ですから近い将来、彼らも出てきてくれて、勝ってくれるんじゃないかなというふうに思ってます。